茶人伝第2回に関しては嵯峨天皇を説明します。天皇家の中の嵯峨天皇は日本の茶書というか記録の中に残る最古の、お茶に関する記述、喫茶に関する記述を残した方です。ではこのような目次でいきます。まず嵯峨天皇の、人物像、どういった方かということと、それから実際の嵯峨天皇の行幸、この行幸の中で行われた喫茶、これが、実際に後世に残っている、最古の日本最古の文になります。そして利休の茶経、これは中国で一番最初に作られた世界初のお茶に関する本です。唐の時代に書かれた本ですね。それから平安時代の喫茶、これがどうなっていったかということを説明していきます。嵯峨天皇の人物について説明します。嵯峨天皇は平安時代の天皇です。786年に生まれて842年に崩御されている方ですね。で、桓武天皇の第二皇子になります。で、この方いろいろな唐から文化を取り入れるのが好きな方だったようで、喫茶、お茶の他に、書道とかも好んでされたようです。で、特に書道に関しては、書道史に残る最も優れた三筆と言われる、筆がうまい方というのがいらっしゃるんですけども、そのうちの、空海、橘早成、そのもう一人が嵯峨天皇というふうに数えられるほどの人になります。から次、国宝ですね。お寺に国宝というものがありまして、皇城会長と読みます。これを、作られています。それから、これは華道嵯峨御流の開祖と、これはあくまで伝えられているレベルですけども、開祖になっているのではないかというふうに伝えられています。で、最後815年、嵯峨天皇の滋賀県唐崎への行幸、これが日本のお茶に関する最古の文献になりますが、嵯峨天皇の滋賀県というのは、これ今の言い方ですね。昔は滋賀県というような言い方しませんので、で、そこの唐崎へ、船遊びなんですけども、行かれた際の文献になります。先ほどから言ってますように、日本最古の茶の記述として嵯峨天皇の行幸が、記されております。唐崎へ船遊びの途中、盆釈寺というところに立ち寄って、大僧都の、英中という方ですね、お坊さんですけども、その方からお茶を、献ぜられたそうです。で、この人は35年間唐に留学しています。その間に、これ矢印で利休の天茶法を身につけると書いてますが、身につけたと思われるというのが、正式なところですね。本当に身につけたかどうかまではちょっと分かってないそうなんですけども、で、この天茶法、喫茶は、嵯峨天皇に出されたのは固形の金圧茶、要は圧縮した形なんですけども、そういうものを、瓶茶というふうに呼ぶそうです。で、その瓶茶をどうしたかというと、飲み物として、必要量だけ切りほぐして湯に入れて、で、それを最後煮出して飲む方法だったそうです。
まあ、味がおそらく塩味とかそういうものをつけて飲んだんだと思われます。だからまああまり美味しいと思わないんですけども、失礼ながら、まあ、そういうものを飲む喫茶法があったそうです。でこの喫茶法というのは元になったのは、先ほど出てる陸羽という方が書いた茶経という本になります。陸羽の茶経について説明します。これは世界最古のお茶に関する本ですね。本として最古という意味ではなくて、お茶に関する本として世界最古です。これ中国の方ですね、陸羽という方がいらっしゃいます。で唐代の760年ぐらいでしょうかねに、書かれた本だと言われています。で全3巻で10章に分かれています。で断茶という形で、固めたお茶を先ほど言ったように切り崩して湯に溶かして飲むという、そういう喫茶法を、説明しています。で1番目、上巻から説明していきますと、最初が茶の木について、どういったお茶の木があるかという説明ですね。で2番目が、実際にそのお茶を飲む際に使う道具類、器具ですね、それを列挙しています。それから、喫茶をする際の注意事項があるそうですので、それを説明しています。で第2巻中巻としては、飲茶、実際に飲む際に必要な器具を書かれています。でこの当時すでに白磁や青磁の茶碗があったと思われます。でそれについても書かれているそうですので、それらを使って飲んだのではないかというふうに思われます。で下巻3巻目、それは、第5章がお茶を立てる際、まあ、これ立てると言ってますけども、実際に飲むためにお茶を茶筅で立てたと、そういうような感じではなくて、まあ、かき混ぜたという程度だと思われます。それに関する注意事項ですね。で飲み方で、その次が資料の列挙、最後はお茶の産地で、省略して良い器具と茶経の図解というのが載っているそうです。平安時代の喫茶に関しては、この嵯峨天皇の、御講に関する記述しか基本的にはないようなので、それを中心に述べると、琵琶湖でこれ船遊びした帰りですね、平安京へ帰りまして、で嵯峨天皇は、関西一円、これ京都、近江、丹波、播磨国などを指します。そこでお茶を栽培させて毎年献上するように命じています。まあ、よっぽど美味しかったというか好きだったんだと思います。でこれ、木の実度胸というものなんですけども、そういう平安時代に行った宮中行事です。それの中で飲茶という形で僧侶たちに振る舞ったということが載っているそうです。ただ下にも書いてますけども、唐の文化っていうのは当時僧侶や皇室、天皇家ですね、を中心に取り入れられた喫茶法だったんですけども、あくまで模倣ですね、唐の文化、中国の文化の模倣として用いられていたため、その後唐が衰退します。で遣唐使も廃止になります。でさらに国風文化の交流、この後天皇家がいろいろとごちゃごちゃになるというのは歴史でご存知だと思います。鎌倉時代に入っていきますのでね。でそういったことがあって、結局あまり発展しなかった、断茶という形では発展しなかったというのが、この喫茶、平安時代の喫茶法の、形になります。最後に嵯峨天皇とは、それから嵯峨天皇の行幸、
利休の茶経、平安時代の喫茶について述べてきましたが、この嵯峨天皇の時代にはまだ断茶という形でしかお茶は伝わっていません。で、この当時お茶に関しては記述があまりないので、本当にこれしかなかったのかというのはわからないんですけども、利休という方が茶経というのを書くのがちょうどこの唐代になりますので、おそらく遣唐使とかで行き来していた時代なので、その唐代の流行りの断茶、それがこの時代日本でも流行ったのではないかと推察されます。